退治するデモ隊と香港警察67暴動とは、1967年香港左派、暴動は文化大革命の影響を受けた香港左翼が香港政府に対して起こした暴動である。1967年5月6日に始まり、同年12月に終わった67暴動は、労働者の運動として始まったが、市民への爆弾攻撃などの忌まわしい公職恐怖に発展した。 事件の間、香港警察は休暇をキャンセルして待機し、何度も左翼のデモ隊と衝突して、彼らを分散させ、弾圧し、逮捕した。この事件では、1936人が起訴され、832人が負傷、51人が死亡。死亡人数は1956年の早縦、暴動に次ぐ規模となった。中国大陸では、 文化大革命の真っ只中で、英国の中国駐在大事大使も、公営兵に破壊され、上海の英国委員会事務所も襲撃され閉鎖された。香港商業ラジオの番組司会者、林明氏は、自分の番組で左翼の暴力的な行動を批判した。その数日後、彼と彼のいとこは投げつけられたガソリン弾によって、消死し、これは、暴動の象徴的な出来事とされた。 ありがとうございます。